はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ミニミギミミです。そしたら、フレの試練続きやっていきたいなと思います。前回はですね、なんとか原始に続く穴というところをクリアして、その後、ちょっと配信外で、アイテムの整理をしていたという状況です。そしたら、こんな状況になっちゃいました。すげえひどいなぁと思いながら。うん。で、まあ、こことか覗くと、こんな感じで。前回やったやつは入ってるという状況ですね。あ、間違った。もう、で、ちょっと状況としてはですね、アイテム倉庫がパンパンになってしまって、あんな感じでしか、ちょっと置けなくなってしまったなというところと、よいしょっと、こんな感じですね、今状況としては。完全に壺がパンパンになってます。と、そろそろここら辺をなんとか終わらしたいよなと思いつつ、うん。考えていますが、今回はですね、何をやろうかと言ったところで、誰だっけ？あの人、小次郎太さん。そうそうそう、小次郎太先生をね、一番フォーチュンタワーの一番上まで連れて行きたいなというのをちょっと頑張って目標としてしようかなと思ってます。で、前回っていうのかな、先日の、タオちゃんのお話があってから、きっとね、小次郎太先生も途中からじゃダメなんだろうなと、下からやって、フォーチュンタワーの上に行かないといけないんだろうな、という感じだと思いますんで、そこを頑張っていこうかなと思ってます。で、アイテムとしては、まあ、ちょっとパンパンになってしまったというのもあるので、少し、減らすという意味でも、ちょっとね、いくつか使っていこうかなと思ってます。うん。で、その中でもですね、合成が3つもあんのか。ここら辺のところも成長したらいいなというのがありの。混乱、睡眠、冬、サビよけ、1つ目、ドレイン、植物特攻、ヒットポイントプラス中。ま、でも因数満タンなんだよな、もう9か。なんで、ちょっとお金を少しだけ出しておいて、あ、引き出すか。ん？引き出すと。5000ぐらい。で、やっていこうかなと思ってます。ついでにな、どうかな？お、どこだ？祈りの洞窟の6階。なんか行けそうな感じがするけど、今回はそれじゃないと。で、行けるとこまでちょっと行って、下のとこからゆっくり、小次郎太先生を連れていくという状況で頑張っていこうかなと思います。こんな感じですね。で、タオちゃんの感じだと、運命の塔を全部クリアして、さらに奇跡の塔を登っていかなきゃいけないと。いうような状況になると思うので、まあそこのところで少しずつやっていきましょうかということですね。ついでにいいアイテムあったら拾っていきましょうという感じです。転ばぬ先の杖。明かり。まあ最初はね、こんな感じでレベルも上げておきましょう。あ、そっか。ポイントスイッチも意味ないのか、今。勝手に倒してくれるでしょう。薬草も飲んじゃって大丈夫でしょう。あ、毒除け持ってこなかった。まあいいか。感電転ばの先、窓あんまり良くないね。どうもいらないね。NPC もいないみたいだし、あんまりかな、今回。お、よし、向こう行ってみましょう。お、なんかあるね。ただの棒。そうそう、それとね、あと気になってるのはね、いろんなもののね、武器の成長っていうのがあるみたいで、それが図鑑化してて、やっぱコンプリートしたくなってきちゃうんだよね、こういうの見ると。あんま良くないんだろうけどね。うん、コンプリート熱が強くてね、こういうのになると。良くない癖なんだろうけど、お、盾だ。いい盾ください。1か0か。
10はまあ持っといていいかなと思いますね。ちょっと、いったと。まあ、どんどん進んでいきましょう。保存がまだ出てないしね、実際。そう、保存の壺もね、そろそろね、いっぱい3のところが5に回収していかなきゃいけないかなとは思ってますね。鑑定士だっけ？はい、武器鑑定してもらってました。あらら。武器の成長システムっていうのは面白いんだけどな。なんかいい方法あんのかな、これって。すぐに成長しやすい方法とか。いやーらら、影のいい。こっちの恵み。読みましょう。こっち。でも今2段階か3段階かくらいになってるので、まあそのうち運が良ければこの冒険中に行けるんじゃないですかねっていう感じで見てまーす。おっ、なんか出た。力は飲んじゃいましょう、速攻で。なんかいるかな。いない。つか普通に投資やってんだから、そっちで見なきゃダメだったね。素早さ。お、なんか上にいるね。そういや、昼盾を渡してたあのお姉さん全然出てこないんだけど、どうなんだろうな。お、巻物なんだ。困った時ただ棒と交換。でもないし、いいでしょう。先進みましょう。あらら、ヒットポイントいっちゃった。はい、倒してくれてありがとう。なんだった、今見てなかった。癒しそう、飲んじゃいましょう。チンタラ、素早さそう。なんかだんだんいらないのがあるな。どうしようかな。飲んじゃっていっか。癒し、飲んじゃいまーす。さあ、なんだ、お金か。目薬、意外といろんなのがある。お金か。序盤の方はね、小城太先生もね、そんなにやられないっぽいので、どんどん進んじゃっていいかなと。脳筋で進んじゃっていいかなと思ってます。じゃあここか。よし、こっからですね。で、どこの場所を進めようかなと思うんですけど、合成する意味もないので、過去の塔で進んでいこうと思います。で、安定で上まで進んでいきましょうと。あ、倒せんだ、それ。で、アイテム関係だけちょっと見ていきましょうか。お、壺だ。壺、やり過ごし。どうしようかな。銅と交換。ちょっと封印いらない。なんだ、武器。ボロい、ツルハシ。ツルハシか。ツルハシは欲しい。交換。よいしょっと。見てく必要あるかな。まあ一応見てきましょうか。お金だった。いいや。今回の目標は、小城太先生をとりあえず先へ進めせる。一番上に登らせようというところなんで、そっちを優先で基本的には行きましょう。上下あるけど、下から行こうかな。はい、なんだ。
ゾワゾワ。メッキいらないかな。石。もう。大の字マップ。お、なんかいるね。はい、あげるあげる。ついでにアイテムだけも回収しましょう。巻物系はちょっと十分に注意しましょうね。ほい、天メグ。読んじゃいましょう。ツボ。ツボがあるな。なんだ、笑いのツボ。こういうとこか。よし。で、先へ進みましょう。いいっと。ここにやろう。飲んじゃいまーす。あれなんだ。まあ倒せるでしょ。握り系は。ちょ。ウッホ先生。ここら辺どうしようかな。高く売れそうだから、窓とかと交換しようか。あ、倒しといて。危ない。え？あ、そうか。動かずが入ってんだ、こっち。気付けないと動かず忘れたな、完全に。痛い。今のもダメだね。呪いの関係。あ、誰だ。基本的には倒す方向だったんだけど。いやー、小次郎太先生いるとなー、突っ込みそうじゃない、そこ。いいかな、大丈夫かな。あ、いるね、すでに。まあ、ゆっくりやっつけていきましょうか。オッケー。なんだ、識別。気配察知。マジか。普通にいいもんじゃねえか。コーンはなんかモンスターに化けれんのね。ほいほい。さあ、見えてる罠を入らないといけないんだよな。投げるものはないな。素早さ使うか。ほい。こっちやって、こっち。で、ここやって、ここ。こっちやって、こっち。はい、終わり。刀、ゾワゾワ。交換、ゾワゾワ。保存、保存に入れましょう。おにぎり、おにぎり、困った脱出、明かり適当、逃げろ。拾う、ゾワゾワ。獣、硬い戦闘。やり過ごし。硬い戦闘食べちゃおうか。やり過ごし。オッケー。監禁、交換。明かり、明かりの方が欲しいね。こんなもんか。
なんかあるし。え、ありがとう。そうか、大丈夫だったっけ。癒しそう、飲んじゃいまーす。オッケー、行きましょう。まあ、脳筋なんで大丈夫でしょう、最初の方は。あとアイテムが2つかな、向こうに。さあ、ゆっくり行きましょう。ここが当たりだけど、ほ、OK、真空切りか。感電？OK、ナイス。さあ行きましょうか。あー、上に誰かいるな、3人のところに。上から行くか。お、誰だ、堀之助。倒しといて。ちょっと待った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 、なんか結構ガチってる。メキ職人いらない。メキ、お前普通に倒そうとするだろう。ちょ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 、待った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 、やばいやばい。2111、ここか、もう一歩か。やり過ごしを投げるといいらしい。ほい。よいしょ。ああ、よかった。ナイス。混乱お金、ナイス。オッケー、これ結構やばいんじゃね。しかし、ほ、9、結構痛いよな。おい、あ、いいのがあるじゃないっすか。どこかな、スフィンかな。C か O か F かだよな、このマップの感じだと。下見ていきましょうか、とりあえず。オッケー。巻物が1個か、間違えた。お祓い読んじゃおう。必要なしちゃった。オッケー、よし、オッケー。毒素いらない。さあ、当たりが来るかな。おい、変化、変化、今回はいらない。よし、
札だったらいらない。行きましょう。ふう、モンスターハウスがあるね。明らかな。癒しそう。飲んじゃいまーす。封印。オイル、オイルもいらないな。混乱欲しいね。爆睡よりも混乱かな、この感じだと。それとも笑いの壺いらない？保存とか、あ、あ、やば、普通に間違えたよ今の。あー、もったいないなー。真空切りあったよね。もったいないかなー。使っちゃおう。ピッと。あー、あんま強くないよ。よし、オッケー。使おう。あ、そこそこ生きてるな。遠距離攻撃がないのがちょっと痛いな。ドーン、ドーン。刀系はやだな。オッケー。終わり。やり過ごし。金ばっかだな。力、今はいらない。ボロいツルハシ。オッケー。罠消し、あ、楽楽。よし、楽になったね。なんだ、混乱札。あ、ね、気配察知。よう出てくんな、気配察知。そっかねー。おにぎり食べちゃおう。おにぎり、そういうあんまないんじゃないの、持ってんの。もしや。もしやじゃなくて、普通にねえよな。まあいいや、行きましょうか。闇桃ざらし中。力って、あー、減ってるんだな。鍛えまーす。武器よし。売りまーす。幸せと、ここら辺は気配察知もいらないね。かな、2つ。いい値段で売りました。さあ、ここら辺で何が必要かな。松明も必要になるかもしれないな。背中よりも松明かな。背中買ってもいいけどな。タイマー手に入るような気がするんだよな、なんとなく。あと投資もやってるからね。ヒットポイント、食料、まあ一応やっときましょうか。よし、頑張りまーす。で、ここら辺ぐらいかな。幸せ
の腕はいらないかなって感じになるの。武器を力に変えましょう。背中やり過ごしだからいいわな。あ、またまた、何上に行こうとしてんの。もしや大体全部倒さないといけないか、この感じ。オッケー、ナイス。混乱札いらない。間違えた、普通に間違えた。さあ、松明が来たんだが、どうする？爆睡かな、切るの。変化かちゃうんだよ。あ、上っぽかったな今の。ナイス。食べちゃいましょう。あ、なんか危ないな。おい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 、そんなと遠距離でちゃんとできるなんて優秀じゃないですか、あいつ。よし、フォーチュンタワーに前入りました。あー、ガラ先生がやだな。OK、 やっつける気満々でしょあいつ。あ、ちょっと待った、お嬢太先生行くよ。これ連れてくの難しいんじゃないか、もしや難易度が。思っている以上に難易度が高いのでは、このミッションは。実はガラ先生下行こうか。あ、ダメダメ、こっちじゃない。うん、違った。おーい。いや、ナイスやけど、ちょっとちゃうねん。右手側だったね、正解は。
お、外れ、動いてもいない。いやー、いいものが手に入るなそうそう、ツルハシいらない感じかな。壺か、壺はちょっと見えてこう。変化、よし、右から行こう。ほい、寝てるね。オッケー、お払い。まあ何でもいいや、必要がなかった。うーん、右手側行くかな。はい、お、階段めっけ。オッケー、成長も出たしね。ちょっと、え、成長してんのかなこれ、7段階目。あー、嫌な感じ。左からかな。はい、外れ。お、ここも外れか。いやー、当たりがないなー。マジか。下にあれば部屋が、あ、ない。下部屋がないってことは右手側だな。あんだけたくさんいんとこやって、あんま行きたくないな。倒せないとかそっちよりもめんどくせえんだよな。あー、やっちまった。動いてないよね。よし、あ、そうなんの。マジか。そうしたらどうしようかな。まあ幸せでもつけときますか。投資の状況を見つつだね。ラブバッタダン、お、メッケ。速攻でやばいな。だよな。よし、素早さは手に入った。パワーアップは飲んじゃいましょうか。ほら、奪ったたん。おそらくこっちではない。さあ、どこが正解かな。左上だと考えていいですか。やば。なんだ、保存。痛み分け。
あ、左上も違かった。これ、あれだよね。脱出も使えないんだよね、今。あれ、脱出どうした？そういえば。入ってるけど、今使えないんだよな。あ、間違えた。まあ、いいか。おーい、やっと。どんどんどん3匹。ダメか、1しか食らわねえ。本当に技厳しいな。うわあ、やばいな。あれやばいやつ。うおお、一発で死ぬのか。あーらま、40、一発40、痛いね。はあ、よいしょ。しゃあないな。晴れる。明るくなるまで待つしかないか。ん？技なくなったっけ？やばー、やっちまったかー。いい、どう？いやー、保存壺に入った。おにぎりじゃなくて、なんだっけこれ。さあ、やっと技が使えるようになったね。どうかな。危ないわな。と、一体だけか。さあ、結果的に言うと、あかんかったね。脱出しまーす。難しいなぁ。ここら辺。ここら辺までかな。んで、保存の中の全部出して。いざす。困った時だけ預けたいな。これかな。これ保存だけ預けましょう。で、基本的にもう一回対象から。何でもいいや、草にしようか。置きまーす。変化爆睡。
まあしゃあないね。そういう時もあるさ。よし、もう一回行きましょう。お金もこのまんまで行きましょうか。今だいたい40分か。もう一回、一階からでいいかな。うん、一階から行きましょう。で、またアイテム回収しつつ行きましょう。殴らせてくれないとは。じゃあ、ゲンさんに。はい。なんだ、おいっと、睡眠余計。天めぐあたう。どんどん行きましょう。ダメだって前に出たら感電ビリビリ。お、なんだろう、腹持ち、あ、いいね。いっ、腹持ちもいいんだよな。なんかたまにいいアイテムが出てくるから面白いよな、これも。いっ、あ、もう一個あるか、向こうに。お、腕はなんだ、マルカイト。なんだろうな、マルカイトの腕は。ただの棒。腹持ちだけ回収かな、この感じだと。あ、空の刃もいいね。あ、こっちからかな。3人いるな、3人も。痛い。いた、壺保存。あ、しかも5だ、ラッキー。回収するもんだけ入れときましょうか。あと鬼か。あと上に2人いるんだよな、なんかよくわかんないのが。空の刃3つ目だ。タオちゃん、空の刃、こんなにあんの出んの、復活。あれ誰だろう、いた、タグヤだよね。わーい、4人パーティーです。小城田先生、小城田先生、先行くよ。小城田先生の面倒見ないとダメか。小城田先生、重たいな。はいはいはい、威嚇鳥、威嚇鳥、はい、監禁、
ドレン切り。いいね。威嚇鳥。お金か。草もらいに行く？はい。なんだ、成長。次のフロアかな。これどっかであれかな、ノンプレイヤーの数とかも決まってんのかな。おつん、危ねえ。おつん、柔らか大きい大にき、あといらないか。まあ吹き飛ばしぐらいかな。硬い戦闘だから、入って、じゃあしんがりをよろしく。さあ3人も敵を、仲敵じゃなかった、仲間を連れてなんて初めてなんだけど、いけるかな。まあ適当に倒すか。下がなかな、やっぱり。どんどん飲んじゃいましょう。ああ、これは上がんないんだな。どんどん行っちゃいましょう。まだ幸せでいいよね、多分。ナイス。壺石。いっか。あんまりノンプレイヤーもいないし。ナイス。
メやってんのあんた。もう勝手に動かれるとき大変だね。おっかねおっかね。あ、倒せたんか。ほい、あ、やっといて、あった。あー、やっときた。へえ、それは欲しいな。ちょっと先そっちだね。いや、これいらないもん売ってかの先か。あと何あんのここ。力、睡眠札。あ、地名は読んじゃいましょうか。ほい。幸せいらない、毒消しいらない、しびれと拾う。お、そんなこともできない。獣、刀、使い捨て、力、力飲んじゃおうか。いいよ、上から来たな。オッケー、オッケー。ん？なんな？もう一個あんのか。ヌーンシールド、夕方の盾から。保存に入りきんないけど、まあいいでしょう。7段階ね。あれ、ちょ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 、小嬢太様、小嬢太様、小嬢太様、どこ行ってますね。小次郎太様、お客様の中に小次郎太様はおりませんか、じゃないけどさ。え、どこ行ってんの本当に。もう敵全部倒してんじゃねえの。あ、いたいた。うん、まあ下から倒そうかな。ほい、お、よし、保存。ヌーンシールド、これとこれ、あとよくわかんない。では薬草飲んじゃいましょう。何気にヒットポイントやばいな。 OK、なんか向こうに人いるしな。誰だろうあれ。わあ、またダメだ。あらまあ、さあ、ダイラ、大凶、たくさんの輪の中、罠がいっぱいあるということか。はたまた、あれだ、
モンスターハウスが出てくるか。モンスターハウスだったらある意味ラッキーかもしれんぞ。もしかしたら。お、脱出の巻物も手に入った。あ、そうか、脱出持ってかなかったっけ、今回。あーぶねー。持ってくるの忘れてたから、よかったよ。罠消し。いっぱいの罠って言ったんで最初に罠消しからやりましょう。あ、なんかあったし。10。よし、下から行きまーす。奥は三兄弟だろう。はい。おい。お、なんかいた。白紙ばあちゃんか。白紙ばあちゃんだね。薬草、刀、先行っちゃうか。壺があるな。みんなで囲って。危ないな。地味にゲンさんのレベル6とかあるけど、これ今回だけじゃなくて、あれのかな、累計してんのかな。ほ、よしよし、おにぎり。あよし、だいぶ来ましたね。マジパワーで、いらないものは売りましょう。刀、感電、毒素、高飛びもいっかな。高飛び、そうだね。なんだろうな、1750。あ、でもいらないや、どうせ。合成が1個あったか。その他が、良い松明とか、金縛りとか、一時しのぎとか、ここら辺が欲しいね。合成買ってく ?1、2、3、4、5。あ、まあ、買ってもいい。いや、いいか。10を入れておけば OK かな。あと脱出。よし。ヒットポイントはこんぐらい、力はこんぐらい。そのまま行きましょうか。うん、そのまま行きましょう。杖が1個、転ばぬ先の杖。
から。指摘は来てないね、こっちから。お払い。まあ今は必要ないかな。これ下か。向こうじゃね。どんどん行きましょう、どんどん。やり過ごし。いいところで拾ったかもしれません。基本的にこっちと踏んでるんだけど、外れ。じゃないなら上か。お、さあどこまで行けるかな。店があんな。だからあんたダメだっての。この間もそれで負けたんでしょう、っていうか死んじゃったんでしょう。普通戦と隕石、水亀。何気に水亀って持ってないんでは。封印棒、しびれと、すごい松明。だからさ、あなた危ない危ない。くも、お払いもいらないか。お金もそこそこあるし、変化もいらないね。転ばぬも本当はいらないとは思うんだけど、まあ行きましょうか。このままだとこいつ出てくるから、やっつけときましょう。左と踏んだ。お、来てないね。ほい、飛びつき。はい。ガチらないってあかんパターンだね、これ完全に。とりあえず、好戦的だな。よし。石のは欲しいな。
消し飲んで、もう毒のキャラあんまり後半までいないっしょ。そう、どのキャラがさ、どの階層に出てくるかっていうのを知らなきゃいけないっていうのはね、やっぱり重要だなって思いましたね。うん、あの原子をやってて特に。草か。よし、OK、お、こちょっと先生が手前はちょっと危ないんだ。下でやってるな、頑張って。死ぬなよー。あ、ピョンダイル先生かと。こっちは吸い出すぞ。守るにはこっちからだな。で、こっちへ行って手前を行くと。で、一発撃って、これあれも偽物だね。で、こっちが正解じゃね。偽物、こっちじゃない。倒せないか、一発じゃ厳しいかな。よし、9階です。これやっぱりさ、同じようなフロアだよね。これ右上じゃなかったっけ、確か。正解のとこ明らかに偽物だろ。ここじゃな、ではここじゃないみたい。OK、逃げろ。あれ偽物だってわかるからな。よっと、予防。ふむふむ、どうしましょうかね。多分クリアできるから、おにぎり食べちゃって大丈夫でしょう。はい、これも右上とかじゃなかったかな。監禁なんていらない。あー、嘘、ここでかよ。よく考えろ。いいように考えればこっちの方が楽なんだ。ここだと思うんだよな。そうだよな、これもやっぱ固定マップなんだろうな。
うん、まあ、すまん。これ左上だっけ？ここの場所だっけ？あれ？このフロアじゃなかったっけ？気のせいか。いた。なんか罠多くない？投資だと楽だね、ここ進むの。気分的なものが。倒せないんだね、やっぱり。しゃあないな。ほい。あれ、おにぎりがある。食べちゃおう。これ左だよね、確か。やり過ごし若干欲しい。そう簡単にあれが当たらんだろうという判断。これ、ここだった。間違えた、技。こっちを使おうとしたんです。いや、でもラッキーだと考えよう。これ怖いな。ガバってやりかねんな、今後も。これ斜めにやりたいんだけど、斜めにやった間をね、多分天守くん当たるよね。こっちか。金切り、金切り欲しいな。石。あ、ラッキー、やった、あった。あそこに店もあんだけど、クリアを先。F の字マップか U の字マップか。いや、O もありえるな、これ。まあ、下から行きましょうか。ほら、奪ったたん。まあ、敵でこれいなくなるし。よいしょ。普通のマップだな。うわー、クリアしときたいな、早めに。飛びつき闇んでるーっていうのがあるぞ。左から行こうかな。あ、オラ奪った弾がない。マジか。
まずやられないようにするためにはこのまんまで大貫通を使いましょう。とりあえず3体4体倒せる。で次に上に向かって使いましょう。これである程度下はいけると。で今こうなってんので銭湯が本当は食べたいんだよな。んドゥルー、ここだろ。一気に倒すべき。で一歩で、オラウバッタタン痛えな。後半で欲しいなぁ。感電はいらないな。混乱避けは若干欲しい。小城太様が死ぬ前に殺されんなよ。あったあった。斜めも意味ないから、まあまっすぐだな。オラウバッタタン。倒せてない。マジか。おお、ナイスショット。なんだと、識別、識別なんていらないか。ドレイン切り、ドレイン切り。ただつぼ入れていきましょう、どんどん。封印棒と、あれ、ドレイン切りだ。まあいいや、封印。あれか。ここにあるとめんどくせえから。おお、危ねえ危ねえ危ねえ。ほっ、オラウバッタタン。おお、ツボ。やべえ状況になってんな、なんか。まあ金縛りにしていいか、こっちは。んで、これを装備して、アンさんは倒して、あれ、混乱余計持ってたっけ？力でいいや。いや普通に倒そう。これ S 字マップか。
あ、全然気づかなかったけど S 字マップだ。後ろから来てんな、なんか。まあ、ゼモン。起きたな、二人。よいしょ。なんで前に行く？よし、とりあえずここまで来たぞ。運命の間です。いいか、キライ1号2号、へその穴かっぽじってよーく聞け。この世には2通りの人間がいる。運命に支配されて生きる人間と運命を支配して生きる人間だ。無論この俺の運命は俺が自分で支配する。俺が自分の人生を決定するのだ。だから俺には運命のダイスなど金輪際必要ではない。これっぽっちも必要ない。だがここでもお前たちがどうしてもダイスを振ってみてくださいと言うんなら振ってやらないこともない。あー、お前たちが俺にダイスを振ってほしいというのなら俺がダイスを振ってみてもいいかなとか。別に。そうか、キラ1号。ダイソー振ってほしいのだな。よし、わかった。何も言うな。お前の気持ちはよーくわかった。よーし、行くぞ。さあ、運命のダイソー。輝かしき我が行く末を指し示すがいい。お、どうなんだろう。1? 3つとも 1? 試練、ここまで来たんだ。先行こうぜ。え、ピンゾロじゃないですか。ああ、そうそう、小次郎太。どんなヘッポコな目でも、現在の運命よりはひどくなることはないらしいから、安心しろ。コッパくん、なかなか、きついな。1? え?他の人もみんな無視していくのかい?お、あれ?おい、お前たち、どこ行った?ちょっと待て、おい!え、どうなんだろう。クリアをしに行きなさいっていうことでよろしいのかな。お、変化。お、お。こっから即逃げのパターンですね。F の字マップかどうかな。あぶねえ、そうか、もうこっからいるんだっけ。ほっ、 OK、 いるね。できれば当てたくないね。攻撃しそうだから。おーい、小城太くん。あんたどこ行くの?お。そうだよな、そうしないと殴りにかかるもんな。おいおいおい、ちょっと待った。何しとんの?小城太先生?ここだよな。お、やめんかい。まあ先へ進みましょうか。
え、これ先進んだらまた新しい展開出るよね、きっと。起きた？起きたね。痛い。音切りそうか。こんなに余計2つあったんだ。スズメのお宿です。イベントが始まるのかと思ったけど、そうじゃないね。ふふん、実を言うと俺様はこう見えてスズメが案外嫌いではない。お前も可愛いと思うだろう、ケラ1号。へえ、いいじゃないですか。ああ、山の奥のふるさとが、仲間のみんなのことが懐かしい。思えば随分と遠くまで来てしまいました。にゃあ、ここの連中、ちょっとばかしかじってみたらうまいかにゃ。やっぱり怒られるかにゃ。ダメだよ。さあ、どうしようかな。お土産の方が多すぎるような気もするけど。封印は売っていいでしょう。何があるかな。背中、窓を封印、罠消し、オーラ消し、無敵装。ああ、無敵装を小次郎太先生に投げてという手もあるんか。ちょっとこれ買っとこう。あ、よかった。4人分で、倍に、4倍とかになってるとかじゃないんだね。うん。冷え冷え校もあるし、やり過ごしもあるし、ちょっとここら辺のところは回収して遊んでるものの関係があるけど、あと、ね、いくつだ ?4 つか5つでしょ ?4 回、4、5、6、7、8、9。あと6個。あー、ガラ先生がいんのね。ちょっと待った。ガラ先生がこの場所にいるのは良くないので速攻でほい。ここにやろう。違う、どこだろうなこれ。外れ。あ、後ろからなんか来てんのか。ナイス、ドラゴン層。あー、ごめんなさい。どうだ？ないってことはこっちじゃないのか。地味にヒットポイントも減ってんだよな。違う、ここでもない、ここでもない。勝負。こっち。お、向こうじゃない？これもなんか決まった場所かな？そんな感じがするね。どうしようかな。目薬草は広げじゃなくて飲めないのか。5階。
し切れるかな。ナイス。6階です。こっち太田先生ちょっと邪魔だな。ほい、おあんたらがあかんから、松明あるから取っちゃ、取らなくていいな。いってー、ガチで戦わなきゃいけない、きついなあ。すぐにあった。ふう、戦わなきゃダメなんだろうな。ちょっと待った、それはまずい。いや、ちょっと待ってくれ、死ぬな。あー、何にもできなかった。はあ、難しいなよし、一旦これでおしまいにしましょうか、今日は。くー、あ、ただつぼダメダメ。悔しいね。いやー、悔しい。悔しいなー、やっぱり何度も言うけど。ダメか。1、2、3、4、5。ういっと。で、名前で、構成4にしておいて、適当。これあと1個成長足したいね。どうしよう。次回もそれを頑張れるかやってみる？一死ぬと金縛だけ持っていって、なんとか、小次郎太先生を上まで連れて行きたい。ということでできないでしょうかね。
いけないかな。おにぎり、予防。吹き飛ば、突き。これはいる。そうだよな。なかなかシビアだよな、これ。毒ってなかったっけ、毒って。腕分け。毒回避。あ、なんかないんだ。混乱よけ、睡眠よけはあんだけどね。まあ適当にまたやってみましょうか。そしたらですね、一旦ここら辺で今回おしまいにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。見てくださってありがとうございます。次回もちょっとまた、小城太先生をですね、なんとか上に連れていきたいなと思いますんで、ご視聴くださると嬉しいです。それでは、ここら辺で終了します。またねー。バイバイ。